神隠しに目をつぶった時、俺は人間としての価値を失っていたのだ。一人一人の弱い人間の大きな集まりが侍を支えているということを忘れていたのだ。俺は鯖江に戻らねばならぬ。鯖江に戻られてお命があります。覚悟の上だ。さすがご家老だよ。何かこうでっけえ仕事をやらせてくんないよ。苦しい鯖江藩の財政を預かる家老職として、俺はどうしてもあの御用金が欲しい。少年氏を殺さねば、600という家臣を抱えている鯖江藩という大の虫を生かすことはできん。なんだその丸は。この私がイカサマ財でも使ったってのかい。すまねえ。早く逃げろ。ギャロッカー。あれごおめえにも面白い見せ物見せてやっからな。殺せるもんなら殺してみやれ。とっ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 とい。返答しでじゃおめえさん。この俺をバッサリ。